間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。良い道具を選ぶということはむしろ初心者にこそ必要なことと私は考えます。と申しますのは、初心者の場合、良い音が出ない、思うように弾けないというのが自分の腕のせいなのか、それとも楽器道具のせいなのかが判断できないからなのです。それで先生はどのようなことをおっしゃるかと言いますと、出てきた音に対してもっとこうしなさいというようなことがほとんどですので、それが結局楽器道具に原因があるのか、弾いてる本人にあるのか、腕の問題なのかというのが結局うやむやになってしまいます。それで前の動画でも申し上げましたように、うまくなれないので、いい音が出ないので悩まれて嫌になって途中でやめられてしまうというようなことだってあるのです。この続きは次の動画をご覧ください。